2020年川崎重工業から満を持して発表された 250cc クラスに水冷4気筒エンジン搭載マシンとして ZX25R が誕生した。1980年代後半から1990年代にかけ 250cc クラスはレーサーレプリカブームにより各メーカーから様々なバイクが誕生した。しかし年々厳しい規制により4気筒エンジン搭載バイクが減少し、2007年に同メーカーのネイキッドスポーツバリオス2が最後となった。あれから約15年、 ZX25R は ZX10R のレーサーレプリカとして位置づけられ、再びバイクファンから注目を浴びるのである。 250cc クラスにもかかわらず、トラクションコントロール、フルパワーとローパワー2種類のパワーコントロール、アンチロックブレーキシステムが標準装備、またクイックシフターなど最新テクノロジーがオプションで搭載することも可能。まさに近年のテクノロジーが詰め込まれたスーパーマシンと言っても過言ではないだろう。新車価格は 250cc にもかかわらず約100万円弱という強気設定。しかし近年4気筒エンジン搭載マシンが減少していく中、排気量 250cc クラスで唯一新車購入できるのがこの ZX25R ただ1台のみということもあり、発売当初から好調な売れ行きを誇る。今回はそんな注目のバイクを個人的な主観で紹介してみようと思う。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。オナージュパワーモードがフルパワーとローパワー、このモードと、あとは、トラクションコントロール、トラクションコントロール、はい、もうオフから 1,2,3 の4段階になってます。まあオフからなので1があまり介入しない、2が普通のモード、3が、まあ雨なんかの日にちょっとスリップしやすいような環境で、介入を多く、砂利道とかそういうところでもパワーはコントロールするような形ですので、でまあ一番のあれが、まあ、スターターがこのキーレスイッチを使うんですけど、これですって。でまあ4気筒の一回りがもう、わーかっこいい、はい、あと基本的な操作はもう普通の一緒ですよね。はい、まあ、あとクイックシフターは、クイックシフター、ぜひとも体験していただきたいんですけども、はい、まあ、普通に、クラッチ入れてっていう操作が、はい、走行中は、省かれるんですね。もうそのまま、どういうことですかねクラッチも握らずにチェンジができる。買う人も限られてるなと思ってたんですけども、はい、もう今全然物がないぐらい、あ、そうです、ね、売れてるので、やっぱ人気なんですか。やっぱりね、あの他のメーカーにないものを川崎は作ってるって感じですかね、うん、ちょっと乗らせていただきます。はい、さてそれでは僕は緊張するぜ。初めての SS に僕は乗りたいと思います。忍者川崎の ZX25R 初めて乗らさせていただきます。いきます。あー結構足つきはいいです。メーターオン、エンジンスタート。ちょっと股関節をやらかしそうになりました。軽っ。じゃあこれを左行きます。あ、右です。おいこら、大腰時期止めないといけない。あ、やることがいっぱいだな。国産のバイクの乗り方に慣れないとな。方向地磁気はこれだ、これ。よし、信号が青になったら行くぜ。はい、ここ左折。楽しい楽しい。結構回してますけども、スピードはさほど出てないです。法定速度を守っておりますよ。
ああ、回すとめちゃ楽しい。結構思ったほど前傾姿勢もきつくない。あ、俺こっちだったかな。いや、めっちゃ楽しいわ。あ、ハンコチリ出しっぱなしだ、すいません。僕の身長は180センチ、足つきはもうベタつきです。全然余裕です。そしてハーレーダビッドソンに乗ってるせいか車重はめちゃくちゃ軽い。軽いと言ってるけど決して軽くないっす。下のトルクはスカスカのような気がするな。ちょっと回したいな。回した時が一番このバイクの楽しさがやってくる。しかし回せないな。この橋の向こう側を渡った時がこのバイクの本領を発揮する時。高回転まで回るエンジンのバイクっていうのはこれほどまでに人の心を高揚させるのか分かる気がする。回したくなるバイク。 250cc で100万円。ちょっと安い軽自動車が買えちゃうからね。よし、ここ左行きます。さあここからが本番です。行くぜ。これこれ、警察がいた。危なかった。いや大丈夫です、ちゃんと私法定速度を守っております。いやもっと走りたい、もうちょっと走りたい。圧倒的に足りない。おいこら、いやもうちょっと乗りてえな。見てかっこよし、乗ってかっこいい。高回転サウンドが気持ちいい、走って楽しい。この三拍子揃ったバイク他にあるでしょうか。思ったほどですね、この前傾姿勢きつくはないです。ただこれ長時間ライディングするとどうなるかはちょっと分かんないんですけども、さほどこう前傾姿勢になるっていう感覚ではないです。僕の身長の場合ですよ。あ、クイックシフターも楽しい。やっぱりこのバイクは1万回転以上回してからが楽しくなるバイクだな。あ、ずっと方向指示器出しっぱなしだと忘れちゃう。なんで忘れちゃうかっていうと、僕のハーレーダビッドソンは左から回り込んで乗りましょう、自動的に方向指示器が止まるからなんです。強引にやりすぎましたが、いい、楽しいわ。っていうかすごくその気にさせるサウンドを出してくれるんですけども、そんなにスピードは出てませんからね、言っときますけども。すごいやんちゃな音を出してますけども、そんなに僕はスピードを出していませんからね。ひひ、バイク屋さんどこだったっけ。これは想像以上です。この楽しさ想像以上です。やっぱり現行でこの4気筒のバイクが乗れるっていうこのサウンドを体感できるのはこれだけです。このバイクだけなんです。そう考えると欲しい。このまま乗って帰りたいな。うわ、これ最強だわ。これ 250cc の中で最強のバイクだわ。分かった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これが川崎のバイク、男のバイク ZX25R のポテンシャル体感いたしました。ありがとうございました。あ、これが外観ですよ。かっこいいですね。タイヤも割と太いしな。ありがとうよ